怖かったですね。今だね。いやー怖かったですね。いや始まりましたけども、始まりました。はい、はい、高橋直人と酒井隆人の冗談じゃないぜ心霊スペシャルよということで、はい、今日はあの心霊スペシャルということで、夏のね心霊スペシャル、うん、怖い話ということで、いろんな方々に今日は怖い話を、聞いていきたいと思います。今日はね、あのいろんなところから心霊のスペシャリストをお呼びしましたのでそうですね、専門家、はい、今日、はい、あまず、いつもの、はい、いつもの直人くんじゃございません、はい、心霊ソングライターの高橋直人先生です。どうもよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。で今日ですね、ちょっと怖い BGM の方を担当していただきます、はい、心霊ギタリストの酒井隆人選手です選手先生って、えそうそうそうよろしくよろしくお願いします。ちょっとかなり危ない雰囲気になってますけど、選手ですね、はい、はい、初ですね、初参加、初参加、はい、今日はですね、はい、初のあの外の撮影ということで、はい、今日来ているのは入船港タワーです。見えますでしょうか。暗くて見えないかもしれないんですけど、はい、はい、これ新潟市の某所にある入船港タワーというところで今日は配信しております、はい、ぜひね、見てる方もぜひ遊びに来たかったらぜひ遊びに来てみてくださいね。それから怖い話をみんなでして集まりましょうね。怖くないわ。怖くないね。でもこっから怖くなっていきます。そうですよ。はい。じゃあ、はい、心霊のスペシャリストたちを今日ご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまずですね、今日急遽本当に昨日突然現れたですね、はい、6年ぶりに再会しました。無添加書道家として普段は活動しているんですが、今日は心霊書道家として、はい、活動しております、遠藤有玄有玄先生にやってきてもらいました、はいはい、よろしくお願いします、はい、昨日ですね、実はこんな素晴らしい作品を書き下ろしてもらったんですけど、その書き下ろしてある VTR も実はあります。ちょっと一瞬ご覧ください。素直に生きるということでね、はい、今日ちょっと緊張しておりますよ。今日も緊張しております。よろしくお願いします、それでですね、今日次なるゲストは、普段はネットアイドルで活動しております、はい、今日は心霊アイドルとして登場していただきました、はい、はしご姫選手です。選手選手は選手なんです、はい、選手はしご姫選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいません。でそして次、なんと今日心霊スペシャルなのにハッピーで村上大祭のハッピーで登場しました。はい、はい、フリーアナウンサーの、違いますよ、はい、ほい心霊アナウンサーですよ。心霊アナウンサーの佐藤亜希選手です。はい、心霊アナウンサーの佐藤亜希選手です。よろしくお願いいたします。失礼いたします。怖さがなくなってる。選手今日はちょっと怖い形でいきたいと思うので、トークの達人ですからね。そう、一番トークうまいですからね、うん、今日は僕が、はい、ナビゲートしてください。ナビゲート、今日皆さんを魔界にナビゲートしますので、うん、はい、魔界よろしくお願いします。心霊の世界へよろしくお願いいたします、はい、皆さんにお話ししてもらう前に、実はお手紙、実はたくさんではないですけど 3個ね、怖い話を募集したところいただきました。それをちょっと最初にご紹介したいと思います。はい、はい、これはですね、
ペンネーム富士さんという方から、いただきました。N 県 S 市 K 地区にて、一緒に遊ぼうというお話なんですけど、まあ、実際にあった本当にあった体験してもらった話ということで、はい、私の高校の時の話をします。その出来事は部活の帰り道のことでした。いつも通る部活を終え帰宅しようと自転車を漕いでいました。家に帰る道は街灯はついているけど少し遠回りする道と街灯はないけど近道の二通りがありました。二つ道があったということでね。私は部活帰りで疲れ果てているのでいつも街灯がない近道を通っていました。え、怖い、うん、怖い、怖いちょっと怖い。近道のルートは街灯もありませんが建物もなく周りは一面田んぼです。もちろん家もないので人もいません。いつも通りその道を自転車で通っている時です。なんか遠くに黒い影みたいなものが見えます。だんだん近づいていくと子供のような人、なんだ、まあ夜だし月明かりで木の影とかが何か見えているんだろうなと思いました。そんなことを思いだんだん近づいていくとだんだん何かその影が人の形に見えてくるではありませんか。これは子供、いや違うよな。そんな心の葛藤をしながら私は近づいていきました。そしてその影の前を通り過ぎた時です。自分の口が勝手に一緒に遊ぼうと勝手に自分でちょっとゾワッときた。怖い。全く鳥肌立った。ちょっと全く思ってもいなかったことを自分の口で発して、これは子供だったんだ、幽霊だと確信になり、焦った私には自転車を必死に漕いで帰りました。それ以来私はその道が怖くて夜はあんまり通らなくなりました。ちなみにそれ以来自転車を漕いでいる時の影に自転車の荷台に何か乗っていないか確認してしまうようになりました。あれは一体何だったんでしょうか。それ以来その子供には遭遇していません。ということで富士さんという方からいただきました。怖いですね。あの初っ端でこれですか。そうなんです。うわやばいですね。あのね僕 この話すごい怖いなと思ったのがですね、こう一緒に遊ぼうっていうからその影が一緒に遊ぼうっていうと思ったんですけど、流れ的にはそうですよね。そうですよね、うん、自分で発しちゃったわけですよね。自分で発しちゃったっていうのが非常に怖かったなと、うんはあ、取り込まれた、そうそう操られたみたいな。操られたでもそういう時ってやっぱり意識あるってことですよね、はい、そういうことですよね、うん、自分でこうハッとなるでしょうね。あ言っちゃったみたいな、うん、そう怖いですよね。それ怖いです ね。じゃあ次のお話に行きたいと思います。ミリスタート。通ってはいけない坂道。 N 県 S 市 S 町であったお話、バイアンニャオンチャオンズさんからいただきました。学生時代の友達が実際に体験した話です。町の花火大会の夜、その頃付き合っていた彼女と F 浜に花火を見に行くことになっていました。友達は自転車で、彼女と二人乗りでコンビニの脇にある坂道を下り、花火大会へ行きました。彼女と花火を見て、しばらくすると彼女が気持ち悪いと、体調が悪くなり、友達は彼女を連れ、コンビニで休もうと近くのコンビニへ向かいました。彼女の体調は一向に回復せず、悪くなる一方、事態を重く見た友達は彼女に救急車を呼ぼうかと尋ねましたが、彼女は呼ばなくて大丈夫と、それでもあまりの彼女の容態に友達は公衆電話から救急車を呼ぼうと受話器を取った時でした。すると彼女が急に気泡変したように、ものすごい勢いで彼女が僕の腕をつかみ、やめろ、その声は彼女の声ではなく、握りしめる手の力はとてつもなく女の力ではない力だったそうです。友達はあまりの異変に公衆電話の受話器を置きました。すると彼女は掴んでいた手を離し、意識を失い倒れたそうです。友達は家に彼女を連れて行き、少し休ませると徐々に彼女の容態も回復し、あれは何だったのと聞きました。彼女は何も覚えていなかったそうです。翌日あまりの出来事に友達は祖母に昨夜起きたことを話したそうです。祖母は、コンビニの脇道を通ったんだね、その坂道があったところは
戦後貧しく生きるのに困った人たちが何人も自らの命を絶った場所だったそうです。そんなことがあったと話してくれた友達の腕にはその時掴まれた手形が内出血のようにあざとなって残っていました。怖い実際残るの怖いですね。実際にその友達が本当にあざに残ったのを乗り移っちゃったわけですね。そう、彼女に乗り移ったっていう話でございます。なんか実際にそういうのあるんだ。実際にね。でもしかも僕これね、知ってる場所なんですよ。実際に、はい、N 県 S 市 S 町の F 浜ってもあそこしか、あそこしかないでしょみたいな。僕の歌にも登場してくる場所なんですけどね。あ、はい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 、分かった。非常に怖い話です。じゃ最後、はい、お願いします。とっておきの、まだあるんですか、とっておきが。もっと怖いんですか。N 県やはり N 県ですね。全部 N 県です。実際にあったお話ですから、すべて多いですね。 N 県 N 県多いですね。 N 県ですし、 N 県 S 市 S 町です。大量の首っていうお話なんですけど、嫌なタイトル。ではお話しさせていただきます。これは僕が中学生の時の話です。僕の地元は海に面していて、中学の頃は毎週仲間と釣りに行っていました。釣りに行く時は地元の釣り屋に夜中の2時か3時に集合でした。釣り屋に行く道は住宅地を抜けた街灯もまばらな田んぼ道を通らないといけませんでした。ある初夏の日でした。夜はまだ肌寒く、その通い慣れた田んぼ道を音楽を聴きながら自転車を漕いでいました。田んぼ道を少し進むと何か違和感を覚えました。誰かが、いや何かが僕の方を見ている、見られている、そんな気がして、気配のある方を見ると、うっそうと生える稲の間から何体もの人の顔が僕を見ているんです。僕は声も出ず無我夢中で自転車を必死に漕ぎ、仲間の持つ釣り屋に急ぎました。息を切らし釣り具屋に着き、仲間にこんなことがあったと話しましたが、誰も信じてくれませんでした。仲間の一人が行ってみようと言い出したので、仲間を連れ再び田んぼ道へ行くと、何体ものマネキンの道が刺さっていました。マネキンの道が刺さってた。マネキンの首ですね。ほっとした。マネキンの首でよかったですね。そうですね、マネキンの首でしたっていうお話でした。はい、これ太陽の生です。最後残念なことしたね。ねえ、落ちをね、首と道間違えちゃうね。そもそもそれまで入ってきてなかったけどさ。ね全然ね。あ、でもあったよ、うちはもう。あ、そういうことか。あの生首畑っていう、気持ち悪い。そういうスポットが豊坂あった。豊坂、うん、T 坂に。じゃあ今日はですね、残念だな最後。残念悔やまれる、ね、まあまあまあいいじゃないですか、いいじゃないですか。道でしたって突っ込まれました。道全員こうクエスチョンマークと、あれってみたいな、あみたいな、マネキンの道。じゃあ今日はですね、はい、せっかく今日はたくさんのゲストにお越しいただいたということで、はい、皆さんから怖い話を一つずつですね、していただけたらなということで、今日は、じゃあまず心霊書道家の、まあ、彼は日本一周を 旅をしていろんなところで心霊体験をしてきているということでね、その中でも一番怖いお話を、階段の方でですね、そちらの、はい、階段の方で、階段を階段でってことですか、階段の話を階段でしていただけたらなと。かしこまりました。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すごい絵ですよ。あ、怖いかも。選手、怖い、選手非常に怖いです。有言選手、はい、雰囲気があります。非常に雰囲気ありますかね。 ありますよ、はい、声も聞こえますので、じゃあちょっとこのまま話させていただきたいと思います。直人さんからご紹介いただいたように、僕はバイクで日本一周を、まあ、しているんですけれども、よく質問されるんですね。
どこが一番楽しかったっていうのと、なんか怖いこと経験したことあるっていうので、これが質問されることのトップ2なんですけれども、楽しかったことはすぐ話すんですよ。でも怖かったことっていうのはちょっとスルーするんですね。でスルーして 2,3 回ぐらいしつこく聞いてくるやつがいるんですよ。実際なんかあったんじゃないの、どうなのみたいなの でそこまで言われたら、あ、じゃあ俺一つだけすげえ怖いことがあったんだっていうので、今から話す四国のダムの隣のキャンプ場っていうのをちょっと話そうかなと今日は思いまして。で僕普段霊感みたいなのは全然なくて、結構鈍感な方で、どこのキャンプ場でもすぐぐっすり寝れるんですけど、その日泊まったキャンプ場だけなんかおかしいなこれっていうのがあって、で何がおかしいか一番初めは分かんなかったんですけど、なんかやっぱり見られてるんですよね、視線を感じる。でもダムの隣のキャンプ場でもう真っ暗で、僕以外受付をした人もいなくて、いるわけがないんですよね。でしかも受付っていうのが市の方のこう役場にみたいなところに予約しなきゃ泊まれないようなところなので、飛び入りしてくる人がいるわけないんですよ、その場所には。で普段感じないから、感じたからちょっとやばいかなと思って、もうやることをさっさと済ませて、ですぐにテントの中に入って、もうここから出ないぞっていうふうに腹をくくったんですね。で、あ、大丈夫そうだな、大丈夫そうだなっていうのがちょっと安心感がやっぱりテントの中に入るとあるんですね。で、入ったら結構すぐすんなり寝ちゃったんですよ。あ、もう大丈夫だなっていうの、ね、で、多分深夜2時ぐらいだと思うんですけど、遠くの方でね、あーっていう声が聞こえてきて、一番初めは鳥の声であってほしいとか空耳であってほしいって聞く、思ってたんですけど、あーの音量がだんだん近くなってくるんですよ。でこれはやばいなと思って、もうずっと寝袋の中にこもってたんですけれども、あーがテントの前で止まって、ガタッでテントが一瞬揺れて、でもう僕はもう出れないから、ガタ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 ってなって、そのまんまファスナーを開けることすらできずに、そのままずっと震えながら朝が来るのを待って、でもう日が差した瞬間に外に出て、速攻でテントを撤収してダッシュで逃げたっていう話が僕の中で一番怖いお話です。あれは何だったのかっていうのを確かめなくてよかったなっていうのがあって、テントから出てたらどうなってたかちょっと分かんないっていうのがあります。ということでこんなお話でした。以上です。ありがとうございました。怖いですね。みんな怯えてましたよね。いやもうこういう心霊話って、はいはい、自分が体験することと、うんうん、こう聞く話って全然別で、うん、こうイメージしながらまた聞いちゃう分、なんかもう途中から鳥肌が止まらないし、怖さが増していくわけですよ。なるほど、うん、そのなんか分かんないからこその怖さっていうか、はいはいはい、震えが止まらない、うん、鳥肌が止まらなかったです。全身震えてます。ちょっとやばくなってきて、はい。ちょっとすいません、本気の方がいいと思いまして。はい、そうですね。せっかくですので、はい、はい、こんな感じで。これで全国を回ってると。はい、書きながら。そう、書きながらいろんなとこ回ったりとかして、ですね、まあでも本当そこだけでした。そこがもうとてつもなくっていうので、それ以外はもう。逆にもう何ともないというか、ちょっとこう変な鳥の声みたいなのがこうキーキー言ったりとかっていうのは、 あれは鳥の声だなっていうのが
すぐ分かるんですよね、うん、でもそのあーだけはなんで あーが出るのかっていうのが分かんなくて、うんうん、まあでもこうちょっとでも開けたらなんかこう入ってこられんじゃないかみたいなのがあるから、うん、女性の声ですか男性の声。いやなんかねそれがね際どいんですけど、いやでもどちらかっていうと女性っぽいような、なんか甲高いのが少し入るみたいなのがあるから、なおさらこれは鳥の声じゃないなっていうのがもう遠くから聞こえてる時点でわかるんですよね。でもそういうのってあの人の声って何かを警告するための声だと思うので、あ何かを多分知らせたかったんだと思います。なるほど、うん、そうなんですか、うん、さすがですね。さすが私も一声聞いたことあります。心霊パーソナリティ心霊アナウンサーそうですね、すみません。じゃあ続きまして心霊アイドル、はい、普段は、はいはい、ネットの、うん、ネットにてどうでですね、あの時々歌わせていただくみたいなのがあります。でも今日は、はい、心霊のアイドル、心霊アイドルらしいですね、はい、でも僕結構ライブではご一緒させていただいて、あそうなんです、いつも、うん、ありがとうございます。あすいません、そうそう、またよろしくね。さっきあのひどいこと言ってすいません。ひどいことあいつとか言ってすみません。もう忘れておりました思い出しちゃいましたね。でもねネットっていうとさやっぱ怖い話とかたくさんネット上に、はいはい、うんね、あります溢れてるね、うん、怖い怖い、はいはい、2つあったんですけど、はい、考えてたのが、はい、どっちがいいのかちょっと、はい、あっち座ってから考えます。わかりました。じゃあ、はい、では階段の方であの、はい、階段の話をいきます。よろしくお願いします。言いたいんだね。でもほんとねあの、はい、はいはい、あれはねなんて言うんだろう、詳しく聞かれなきゃ話したくないよね。もう一回来そうな感じがするから。ああ、でも実際にあった話だからね。そう、うん、あれはね、でも本当にこれ話したの結構ほぼ初に近いぐらいだから、あちょっと危ない話だったか、はい、危ない話でした。なんかガチですみません。いやいやいや、いいですか。じゃあはいはい、BGM の方あ、了解しました。よろしくお願いします、はい、心霊ギタリスト これは、私の体験ではない方で話させていただくんですけども、私の、友達の話になります。だいぶ前、何年前だろう、そうですね、まあ、十何年前の話なんですけども、某、N 県 N 市の、なんだろう、 F 町かなで、起こった出来事なんですが、そこに、まあ、あのコンビニエンスストアで働いてる、友達で、あの同時に従業員の人で、まあ、夜中夜なんですけども、まあ、繁華街なのでいつもそのコンビニエンスストアにはたくさんの人がその時間あの夜でも、まあ、夜中の方が一番の人が来るようなそんな感じのコンビニなんですけども、で、その日は8月多分そうですね、8月の本当今日ぐらいの、日にち、まあ、お盆前って聞いてたので、まあ、お盆前なんですけど、でその夜中2時ぐらいでしたかね、いきなりその時間になったらいつもいる人がお客さんが誰もいないコンビニに一人もいないという状態になってしまいまして、その時はコンビニエンスストアに友達とあともう一人の同僚一人の、男二人ですね、あのコンビニエンスストアで、まあ、仕事してたんですけども、その夜中の2時になってもお客さん来ない、いつもならいる時間で、外を見ても車通りいつもならあるのにその時ばっかりは全くない、タクシーとかも止まっているのにもかかわらずタクシーすらないっていう状態があって、まあその方は同僚とおかしいねこれ、なんだろうね今日ばっかりは、なんだろういつもいっぱいいるよね人、うんそうだねっていう話をしてたんですね、はい、でその後ですね、まあまあでもまあこういう日もあるだろうと2
人は思いながらも、まあまあ、あの仕事をしてたんですね。まあ、あの商品を、まあ、棚に入れるだの、あの在庫管理だの、まあ、そういうお客さんがいない場合はするようなコンビニの仕事をしてたんですけども、そのうちですね、まあ、今言いますけど、あのその同僚の人がちょっと霊感が強い結構なんですね。そもそもがそうなんですけども、で2時になってもお客さんが来ない、おかしいと。で3時になり3時半になりとなりましてですね、で4時近くなった時にいきなり、コンビニエンスストア、音が流れてるんですけど、そこのところからっていう女性の、明らかに女性だったらしいんです、その人が感じたには。女性のもう今まで聞いたこともないようなうめき声が聞こえたらしいんですね、はい、でそれがその友達ともう一人の同僚もやっぱり聞いてまして、二人とも同時に目を合わせて何かあると。で目を合わせてるわけだから片っぽじゃない、一人じゃなくて二人同時に聞いてるんですね、そのうめき声を、女性ので。怖くなって二人とも外に行き、周りを確認したんですけど誰も人がいないと。でもう二人とも半泣きになりながらもう仕事なんでまた戻りまして、コンビニの中にいましたと。で1時間くらい経ってからようやくいつもの従業員じゃない、常連さんが来るようになりまして、で、そうですね、で、あのいや常連さんなんで、いや怖かったんだよって、まあそういう今まであったことをその常連さんにまあいろいろ話をしていた時に、後ろで聞いていた別の常連さんが、あここね出るんだよって言ったんですよ。なんでその人が、まあ、分かるんだろうとは思ったんですが、まあまああの出ると。でなんでか聞いたんです、その友達が、なんでですかと。そしたらば、うん、ここね前のビルの時にね人がね死んだんだよ。わかります、モニターでしょね、モニターちょっとおかしくなりましたよね、今ガサガサしたよね。てかさっきから変なガサガサ音が多少聞こえる。怖かったですね、映像に乱れが。ね、無駄に元気になれないと怖いんですよ。非常に映像に乱れがありますけど、いや、ぼやけましたね。やめてください、ね、ぼやけました、やめてください、うん、こういうことあるんですね。初めてですか、でも今の話、映像が乱れるとか。ああないですよ、ないです。今だけですか。今だけです、はい、ちょっと待ってください、怖すぎてどうしよう。やっぱり呼ぶんですか、呼びます、呼びました今じゃあ、うん、呼びました。ね、遊び半分でそういうのやるなっていうね、言われますよね。完全になんかこの流れ的に遊び半分な感じなんですけど、はい、大丈夫ですか、ね、ここで霊たちに冗談ではないです、はい、ナオトさんの口からちょっと、ね、はい、心霊、霊さんたちに冗談じゃないよということを、はい、ね、お伝えして、ね、その発言がやばいですね、もう遊びじゃないぞと、うん、そう怖いのは好きなんですけど、うん、そんなに得意ではないので。あれ、直人さんちょっと日焼けされました？日焼けしましたね。なんかやけに黒いですよ。うん、はい、では続きまして、いざなっていただきましょうか。心霊アナウンサー、はい、佐藤亜紀さんによる、はい、じゃあスタンバイの方。わかりました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞くところによるとですね、はい、実際に見えるらしいです。ということでね、はい、小さい頃から、はい、変な体験多かったんですけれども、今日はまさに、この時期ですね、私がお祭り前に体験した出来事をお話ししていこうと思います。まさに私が今日来ておりますハッピなんですけれども、はい、N 県M 市で起こった出来事です。この時期ですね、ちょうど7時から夜の9時まで練習が毎日そのお祭りに向けて行われているんですよね。
で男の子たちは、まあ、遅い時間まで準備が行われておりまして、まあ、女の子たちは9時になったら帰されていたんです。その当時私は高校生でした。私の2つ下の妹、そして私の近所の私の1つ上のお姉ちゃんとですね、3人で、まあ、その日も練習が終わってから帰されまして、まあ、帰宅途中に、まあ、それが面白くなかったんですね。ちょっと話していかないみたいな話になりまして、まあ、当時ですね高校生だったので、そのまま小学校近くにありましたので小学校の方に行ってお話しすることになりました。その時ですね、ブランコがちょうどグラウンドの入り口のところからすぐそばにあったんですね。左から妹、真ん中に近所のお姉ちゃんで、3番目のブランコに私、3人がこう並ぶ形でブランコで話をしていたんですね。で、今更ですけれども、これ小学校の時、あ、違う、小学校のブランコで起きたお話ですね。はい。で、私がまあ3つ目のブランコに座っておりまして、3人で、まあ、バイ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 話をしていたんですよ。で、まあ、1,2,3 で、その次に、まあ、4,5,6 と続くブランコがあったんですけれども、みんながこう3人で顔を合わせながらこう向かい合うようにしてお話をしてたんですけれども、ある時に動いてないはずの隣のブランコからキーキーって音がし始めたんです。誰？と思って、私はあの左側を向いてその時話をしていたんですけど、右の方から音がしたんですよ。で、おかしいと思って、で、そのまず音に気づいたのが私だけで、おかしいぞと。で、見たら音だけじゃなくてリアルに動いてると、わーってもう3人が一斉にわーってなったわけですよ。もうそのブランコには誰も人がいない。で、それはもう明らかに風も吹いてない、これおかしいぞと、まあ、その時の学生の頭なんで、もう家に直行しようと3人で、うちに帰ろううちに帰ろうすぐ走ったんですよ。で、それで走る時にまた校舎の前を通らなきゃいけないんですけど、その校舎の前を通る時にちょうど、まあ、校門の前にちょうど校門ぐらいの背丈の女の子が立ってたんです。で、わあいるって言って、私はもうそのまま帰ったんですけど、あの格好的にはちょっとおかっぱで、で白いブラウス、赤いつなぎのスカートを履いていました。で、もうリアルにその姿、まあちょっと薄くなってるんですけど、その姿がやっぱり見えてしまったので、まあ、私だけだと思って一回場所を移して家の方まで行ったんですけど、まあ、その時にあの妹が、まあ、震えてるんですね。で、そしたらまあ妹も同じ姿を見ていて、背丈、風貌、全部一緒だったんです。で、まあ、ちっちゃい時から、まあ、すごいなんか変な体験はいっぱいしてたんですけど、まあ、親に話したときに、まあ、こういう体験をしたと。でも自分ではどうすることもできない。で、その時に、いや、何があってもおかしくない、あなたは巫女の血を引いてると言われました。なので、まあ、ちょっと不可思議な体験が小さい頃から多かったんですけれども、まあ、その一言で、まあ、見えてもおかしくない家系なんだということを聞きまして、まあ、それ以前にもそれ以後にもですね、ちょっといろいろな体験はあるんですけれども、その中から今日はその
小学校のブランコのお話をピックアップしてお話しさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごい先からもうね、何かあったの、いろんな現象が、なんかパツパツとか変な音、そう、なんか後ろの方でね、こっちの方からすごい変な音がね、なんだろうなって気になって、それ俺聞こえてないけど、なんか直人さんがピッて向くから、うん、うえってなって、多分それ映ってはいなかったかもしれないけど、そう、なんか音がするんですよ。2人して反応してたよね。そう、2人だけ聞こえてる。実際この場所って昔何があったんですかね。そうですね、この場所って何なんですかね。でも話してると寄ってきますからね。実際どうですか、ね、今なんかそういう、なんだろう、前兆みたいなものとか、そういう前兆はなく、もう本当にあのいる時にパッて見えたり、はい、この間もちょっと不思議な体験が、はい、直近であったお話だと、はい、あのある山に行ったというか通った時に、はいはいはい、それまで全然何にも感覚なかったんですけど、途中から霧っぽくなってったんですね、その時にあの女の子が、それまでなんか気持ち悪いなみたいな感じだったところを、ここ本当に通れるのっていう細い道のところを通った時に、あの本当小さい女の子が導いてくれて、そっから気持ちがスーってなって、あ、大丈夫だってなって、その日ハッピーでした。それはあの逆にいい、なんか今ゾワッとしたんですけど、いい、でもいい方で、で導いて、ここ大丈夫だよ、通れるよっていうので、こうなんかこう誘導してくれたっていうか、すごい、ほんとそうなんだよ、ね、そうなんだよ、さっきから聞こえますよね、なんか、聞こえるんだよ、ほら、あ、聞こえますか、なんか聞こえますよ、琴みたいな音じゃないですか、お、琴、みんな違うぞ、鳴らしてるような、なんか大きい鐘じゃないんですか、うん、これ、そうそうそう、私琴だったけど、この弦楽器みたいな、うん、ゴーンみたいな、琴、ゴーンは確かにちょっと聞こえたかもしれない、はい、全然違うの、リアルな BGM が流れておりますよ、はい、聞こえますよ、今完全に聞こえます、そうですね、でもなんか風がなんか生暖かい感じがちょっとぽいですよね、それっぽい、始まったらいきなり来ましたよね、風、うん、それまで無風でしたよね、全く無風だったのにっていうのがちょっと嫌な感じの生温かい、ほら、来た、来ましたよ、こう喋っててもこう来るんだもんね、もう髪の毛がだって、あ、来ましたね、ファーです、すいません、はい、来ました、よろしいでしょうか、お願いします、まあ、本当にすぐ終わる感じなので、はい、この締めくくりは直人先生、あなたにかかっております。で、僕まあ、直人くんとのライブでよく言うんですけど、おばあちゃん子なんですね。で、そのおばあちゃんは去年の夏、ちょうど今ぐらいの時期、もうちょっと後かなに亡くなったんですが、まだおばあちゃんが生きてる頃の話で、おばあちゃんはもう僕が物心ついた頃にはちょっと足が悪くて走ったりすることはできず、でも車椅子ってほどじゃないんですけど、まあゆっくり歩くことしかできないけど散歩はするみたいな、そういう、まあ、外に出たがったりするようなおばあちゃんだったんですけど、たまたま僕夢を見たんです。で、場所ははっきり覚えてないんですけど、なぜかおばあちゃんの声は聞こえるけれど、どこにいるかわからない。で、僕はその時友達といてこたつに入ってるんですね。でも声は聞こえる。で、友達も一応聞こえてるのかはわからないけど、全然怖がってないんですね。で、僕だけが怖くなって、こたつを出て、立ってみたら、見えますかね？この、ここが床だとしますよね。その床の上に、この首だけがこう、出て、動き回ってる。動き回って
床の上を栗だけが動いてる。で、さすがに身内とはいえ、それ気持ち悪いですよね。怖くて逃げるわけですよ。で、子供の鬼ごっこみたいにこたつの周りをぐる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 回るわけです。そうするとずっと追っかけてくる。こう首だけこう。首だけです。首が地面の上を動くんですね。で、その次の瞬間、場面がパッと変わって、僕外に逃げてるんですね。その部屋から抜け出して外に行って、わーって走ってるんですけど、今度おばあちゃんが叫びながら、猛ダッシュで走れるはずのないおばあちゃんが。めっちゃ追いかけてきて、うわっってなって目が覚めた。特にオチはないですか。あのリアルな本当に、うん、あの走ったりすることできないし、なんか首だけ出てるとかっていうのも本当に逆に心配になっちゃって、うん、おばあちゃん大丈夫かな。もうその頃病院だったんで、うんうん、心配になって、予知夢とはいえ首だけになるのはね。いやでもうん、うん、予知夢かも。それリアルにおばあちゃんでした。自分のおばあちゃんでしたね。ああそうなんだ、はい、そういうお話が。まあでもそれももう5年以上前かな。まだうん、意外とおばあちゃんの夢って何回か見てて、でもその夢が一番怖かったっていうか、追っかけられてて席の方に戻らせていただきます。そして続いて、はい、お待ちかね、心霊ソングライターの高橋直人選手の入場となります。はい僕まあ以前京都に住んでいたんですけど、ま、5年前にね帰ってきたんですよ。でそれからですね、ま、急激に太りまして、30キロぐらい太ったんですね。これ怖いなみたいな感じじゃないんですけど、ま、それでですね僕ね、ま、その当初ちょっと太りすぎたからなと思って、ランニングを日課でやってたんですよ。夜、夜中にランニングをよくやって、今でもやってるんですけど、ま、地元の、ま、S 県、あ、N 県 S 市の、ま、橋、梶大橋という梶川村のらへんをですね、夜一人で、まあ、ダイエットのために走っていたんですけど、まあ、その時はねこう全然最初の方はもう月明かりが快調で綺麗で、もう全然そういうイメージが全くなくて、まあ普通に快調に気持ちよく走っていたんですけども、でなんかねそのふとその小道みたいなところがね、砂利道があるんですけど、そこをですね、その道を通ってぐるっと回って家に帰ろうと思って、その道に向かって走っていったんですよ。するとなんか急にその会長だったランニングが急になんか怖いな怖いな怖いなみたいな、そういうなんか急にこうそういう気持ちがすごい、なんだろう、誰かに見られてるみたいな、そういう気持ちになって、これはやばいなと思って違う道から帰ったっていうお話なんですけど、え怖いなと思って、あれ怖いなと思ってちょ別の道から帰った、持ってこいっていう話。今すぐ持ってこい、今すぐ今すぐ、いやいや、途中まで真剣に聞いてたのに、ね、うん、いや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 、サーンで怖い、僕もその時一番怖い、もう人生で一番、うん、それどういう怖いを感じたんですか。なんかそこが知りたい、やばいみたいな、怖いから帰るみたいな、家帰る、
って帰ったみたいな。まあなんか普通の話ですよね。うん、なんかちょっと弱虫的な怖い、これやばい、これ帰る。俺帰る。行かずに帰るみたいな。暗くなったから帰るみたいな。そんな中学生みたいな。暗いから帰るみたいな。そんな感じ。これやばいから取らないみたいな。いや、ほっとしました。ありがとうございます。いやもうそんな俺なんていいよ。本当に。よかったですね、あれは。帰りましたからね。遠回りして帰りましたからね。そこから通った方が早いのに、うん、同じ道を。でも分かる分かるわそれ。分かる。そういうの好きです。ありがとうございます。っていう話だったんですけども。うん、まあでもそれぞれね、はい、まあ、こういう時期ですし、はい、いろんなタイプの怖い話や体験談があると、はい、ね。はい。うん、はい、なんかバーム組に遊びに来たみたいなんですけどね、今日かなり。いやもう素晴らしいお話、お三方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さっきと同じ場で。はい。
はい、では、はい、こっちの方に、はい、じゃあ気を取り直してね。じゃあですね、はい、はい、じゃあ最後の方はですね、はい、告知の方を、はい、我々させていただきたいと思います。はい、ですね、はい、ライブ情報からまず、告知させていただきたいと思います。はい、高橋直人8月7日、はい、もうすぐですね、はい、南浜通りパンというライブバーでですね、うん、荒木圭介心音高橋直人&酒井隆人で、はい、ライブをします。はい、前売りチケット2500円、はい、当日3000円、ドリンク付きです。全部わおで、会場が18時半、はい、スタート19時ということでね。はい、そうなんですね。はい、続きまして、じゃあですね、はい、ぜひ遊びに来ていただけたらと思うんですけども、はい、ちょっと巻きにかかってません？いやいや、そんなことはない。調子こいてる。調子こいてます、直人先生。はい、はい、じゃ続きまして8月17日ですね、はい、新潟県阿賀町ゆうあ祭ですね、うん、ゆうあ祭去年も出させてもらったんですけど、野外フェスですね。11時から、始まる、はい、イベントで、入場は無料、はい、向こうの島公園というところで、うん、演奏します。その時は弾き語り高橋直人で出ます。で、ちょっとあれですよね、はいはい、ゆうあ祭って去年は、はい、三河温泉スキー場、ね、そうですそうです、はい、今年場所変わったんですか？変わりました。毎年、はい、あの移動していく、阿賀町の中を移動していくというスタンスでやってるということで、ね、はい、はい、うんうん、場所を間違いなく、はい、向こうの島公園、はい、18時50分頃から高橋直人歌います。はい、はい、よろしくお願いします。なんかお店とか出したりするんですか？今ね、そういうね、あの方向性で考えて、うん、あのもしかしたらですね、もう準備ができたら、うん、まあ、今ちょっと今バタバタしてるんでどうなのかわからないんですけど、もしかしたら高橋直人お粥のお店もやるかもしれないです。はい、食べれるんですね。食べれるんです、お粥を、はい、お粥とライブしますんでよろしくお願いします。お父さん前傾ですな。はい、最近あのそうそう最近ね、なんか ね、はい、整体に行ったとかで、そういうことですね、うん、もっそもっそ今あの姿勢悪かったけどね。まあ、そうそうそうそれ、頑張れ頑張れ頑張れみたいな感じですけど ね、はいはい、はい、じゃあ次続きましてですね、はい、ですね、これライブではないんですけど、はい、はい、何ですか？8月20日、はい、ニーツ夏祭り屋台祭りインターネット生中継、はい、村上大祭に引き続き、はい、出演させていただくことになりました。なるほどなるほど、はい、一部がですね、はい、これユーストリームで、見れるんですけど、一部が15時から、うん、二部が7時19時半からですね、はい、でしかも二部の方が、うん、メディアシップのパブリックブーイング、はい、パブリック、まあ、ブーイング出しましたね。今ブーイング出しましたよね。そうですね、はい、パブリックビューイングの方で、ね、はい、大画面でですね、はい、なんと生中継見れちゃいます。はい、この日のゲストはですね、はい、ユアフレンズさん、はい、それ、新潟のね、はい、はい、でそれからニーツ出身なんですか？はい、お二人ともニーツ出身ということ で、ね、あと風間れなちゃん、はいはい、歌うま選手権で今、はい、はい、出場してるニーツ選手、美少女の風間れなさん、そして MC でフリーアナウンサーの東村理恵子さんがですね、はい、MC で、出演していただきます。はい、はい、なんとさん、はい、姿勢が悪いよ。はい、どうもこら、はい、姿勢を正せ。はい、ぜひね、皆さんに結局そうなんだ、うん、ご覧いただけたらと思っております。はい、ニーツね、ニーツ夏祭り屋台祭りでございます。うん、ぜひ。ナットさんどういう感じで出る？僕ですか？はい、評論家みたいな形。評論家？いや、知らなん、まあ僕は 初なんで。あ、初なんで、祭りの達人みたいなポジションで出るのかなと思って。そういうポジションではない。じゃあね、僕も初体験なんで、あの、はい、体験してみるみたいな。すごい、はい、お祭りですね。今年は祭り人生です。じゃあどのようにして 見たらいいんですか？ユーストリーム、ユーストリームで、あのニーツ夏祭りと、はい、屋台祭りと検索していただけると、うん、あの多分出てくると思います。はい、はい、探してみてください。はい、ぜひ探してみてください。はい、そして最後、はい、8月24日石巻でですね、はい、離島味島で夏祭りに、出演。これ復興の味島で初めての、はい、あの震災から初めてのイベントということで、はい、僕ら、新潟から高橋直人と小宮陽子で出演させて、はい、東京から田中優也、他にもいろんなあのイベントが目白押しなんですけど、そういう形で出演させていただきます。直人くん、はい、味島ってどこにあるの？石巻ですよ。石巻市の中に味島っていうのがあるの？離島なんですよ、一応宮崎県なんですかね。え、
宮城県じゃないですか。宮城県ですね。宮城県、まあ、これ暴動起きるよ、ね、うん、宮城間宮崎まで行った人いたら逆にね直人君逆にもう宮崎回っていけばすげえ遠いですよね、うん、さっきの怖い話じゃないですけどね、うん、怖いから回っていくぜ、まあまあね、直で行くの怖いからですよね。そうそうそう、うん、じゃあ酒井君の方は何かありますでしょうか。僕は、いくつかライブには出させていただきますが、はいはい、一番大きいと言いますか、はい、まあ、炎天下の中、はいはい、頑張るのが8月9日に、はい、新潟市青山海岸になるのかな、まあ、僕らは小針浜って言っちゃうんですけど、はい、青山海岸で行われる日本海夕日コンサートという、ね、4万人5万人集まる素晴らしいですね、はい、ライブがあってですね、そこに笛人元宮ひろみさんという、はい、もう何度も告知させていただいてますが、はい、そのバンドでギターを弾かせていただくライブに、はい、出演します、入場は無料。あ、素晴らしいですね。なんとで浜で演奏する感じです、うん、特設ステージがこうバーってビッグですね、はい、それは僕も出れるんですか。それはですね、直人くん、どうなのどうでしょうね。あのね、香原朋美さんが出るんですけど、はい、あ、なるほど、高橋直人さんは、はい、ちょっと僕確認できない、確認してないみたいな、はい、じゃあ僕確認してみますわ。はい、確認してください。はい、よろしくお願いします、はい、緊急ですよ。もう緊急がないですよ。もうあと2日、3日、4日しかないんでね。前日に僕らリハってことなんですけど、はい、でも前日だってもうライブ入れちゃってるっていうのを聞いたんですけど。まあそうですね、はい、当日もあるんですけどもね、はい、出るってだってライブしてんじゃん。はい、ちょっとじゃあ皆さん呼びましょうかね。はい、はい、今日は皆さん時間にわたり、はい、心霊関係者の皆様にはいお集まり、心霊関係者です、はい、はい、非常に怖かったですね。一番こう MC から見てこう怖かったっていうお話。そうですね、うん、一番 MC から見て怖かった話はですね、はい、高橋直人の、もういいんじゃないですか。もういいんじゃないですかね、はい、はい、行きましょうかね、はい、はい、では最後はまた直人先生の振りがあるんですよ、ね、そんなのありましたっけ、ええ、そうなんですね、軟骨軟骨なんだよそれ